はい、皆さんこんにちは。腕時計のある人生 RY です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、ダニエル・ウェリントンの時計3本をですね、開封そしてレビューをしていこうという動画になっています。ダニエル・ウェリントンの時計はですね、私自身持ってはいないんですけども、以前ですねこちらの動画で上げさせていただいた通り、私の弟がですね使っていたりとか、私の友人がですね使っていたりとかですね、何かとこう私の周りで愛用している人が多くって、まあ、男女ともにですね人気のある時計ブランドだなという印象がありました。そして今回ですね、なんとそのダニエル・ウェリントンから初めてのですね機械式時計が誕生するということで、私自身非常に気になったのでレビューしていこうというふうに思った次第です。今回のですね流れはこちらの通りですね。まずはじめにダニエル・ウェリントンとはどんな時計ブランドなのかについて簡単におさらいして、続いて3本の時計のレビュー。1本目はですね、アイコニックリンクオートマティック、これがですね機械式時計ですね。2本目はアイコニックリンクアークティック、そして3本目がアイコニックモーションということで、2本目3本目はクォーツ式ウォッチになっています。そして最後にまとめと、こちらの3部構成でやっていこうと思います。動画の最後にですね、お得に買える情報なんかもお届けしますので、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。それでは行ってみましょう。はい、まずはじめにですね、ダニエル・ウェリントンとはどんな時計ブランドなのかということについてなんですけども、ダニエル・ウェリントンはですね2011年にスウェーデンで創設された時計ブランドになってるんですね。ダニエル・ウェリントンの時計の特徴はですね、本当にこうシンプル&ミニマルなデザインにあるというふうに思っています。極めてミニマルなデザインなので、流行り廃りがなくっていつの時代も使いやすい時計だというふうに思いますね。それではですね、早速そんなダニエル・ウェリントンの時計を見ていこうと思います。はい、それではですね早速開封&レビューに行こうと思うんですけども、1本目はですねアイコニックリンクオートマティック 40mm というモデルになっています。これはですねダニエル・ウェリントン創設10年目にして初めての機械式腕時計ということだそうです。まあこのね箱からしてすごくこう高級感が漂いますね。それでは開けたいと思います。オープン。アイコニックリンクオートマティックが顔を覗かせてくれました。箱の中にはですねこのようにオーナーズガイドということで、時計のマニュアルですね、それからまあ時計の簡単な説明が書かれた冊子が入っているというふうになっています。それからですねブランドの名前が書かれたバネモ外しなんかもついてきて非常に豪華ですね。はい、いかがでしょうか。どうでしょう、初見の感じですね、想像以上にずっしり感があって高級感が漂う作りになってますね。ではですねまずサイズから見ていこうと思います。はい、直径は 40mm、 厚さはだいたい 11.5mm、 ラグの幅は 20mm、 ラグトゥーラグの幅は 48mm、 それから重さは 125g ということで、非常にですね扱いやすいスタンダードなサイズ展開という風になってますね。文字盤のデザインはダニエル・ウェリントンらしく非常にシンプルなデザインになっています。カラーはですねブラックなんですけども、ややマットな質感で光の反射を控えており、とても真面目な雰囲気が漂っていますね。インデックスはですね夜光塗料を持ったアプライトのバーインデックス、縁取りも綺麗にされていますね。1分ごとにメモリが振られているんですが、こちらは印刷という風になってますね。で、3時の位置にはですね日付の表示があり、拡大鏡によって非常に見やすくなっています。さらにですね日付の外側にもですね夜光塗料が盛られたバーインデックスがあって、こういったディティールからもコストがしっかりかけられているなという印象です。地震と噴震にも夜光塗料が盛られており、全体的な視認性は非常にいいですね。唯一針がですねこう平坦で立体感に乏しいのが少し残念ではありますが、正直ですね2桁万円するような高級時計であっても、まあ、同じようなことが言える時計も多くあるので、まあ、問題ないかなというふうに思いますね。ケースはですねスタンダードな丸型で、
全体的にはですね、こうポリッシュが綺麗に施されています。リューズはですね非常に小さくて操作しにくそうだなというふうに思ったんですけども、よく見るとですね、このように下の部分がですね、こう爪を引っ掛けやすいようになってるんですね。まあ、なので、引っ張り出しやすいと、まあ、そういった細かな工夫がされています。それからラグはですね、程よく湾曲がされていて腕乗りが良さそうだなというふうに思います。裏面はですねシースルーになっていて、中のムーブメントを見ることができますので、所有感が高いなというふうに思いますね。それからですね、この表の風防も裏のシースルーもですね、両面ともサファイアクリスタルということでお金がかかってますよね。続いてブレスレットを見ていきたいと思います。正直ですね、手に取った瞬間に一番ビビッときたのがこのブレスレットなんですよね。間違いなく価格以上のクオリティを持ったブレスレットだというふうに思います。ここにですねとても驚いたんですけども、ブレスレットのケースとの接合部見てほしいんですけども、非常にこう複雑な形状をしています。しかもですね、こう剛性感がものすごく高くって、まあ一瞬でですね感じたこの時計の高級感っていったところは、このブレスレットのクオリティによるところが大きいのかなというふうに思いました。センターリンクはこのようなポリッシュ仕上げ、そしてサイドのコマはですねサテン仕上げ、そして裏面はですね全て手触りがいいようにサテン仕上げというふうになってるんですね。そしてケースの付け根からエンドに向かって緩やかにテーパーかかっているというふうになっています。しかもですね、コマの一コマ一コマがですねこう手に沿うようにわずかに湾曲されていて、しかも肉厚なんですよね。これってすごいことだなというふうに思います。バックル部分は観音開き方式で、このようにですねワンクリックで開いてくれます。で、閉める時もですね、このバチンバチンというですね非常に剛性感のある閉まり方をしてくれるんですよね。まあ、正直ですね、各ブランド結構こうコストカットの粗が見えてしまうのがブレスレットだというふうに思うんですけども、この時計のですねブレスレットはむしろコストをかけただろうなというようなクオリティだというふうに思います。まあ、それぐらいよくできているというふうに思いますね。まあ、時計におけるブレスレットはですね、車で言えば乗り心地、靴で言えば歩き心地のようにですね、まあ、決して目立つ目に見えるところではないけども、長く使う上では非常に重要な要素ですし、満足感を大きく左右するファクターだというふうに思うんですよね。まあ、この時計はですねブレスレットのクオリティが高いので、まあ、長く愛用できる時計なんではないかなと思いますね。満足感が高いだろうなと思います。それではですね実際に着用してみたいと思います。どうでしょうか。私の腕周りは16センチなんですけども、まあ、ちょうどいいサイズ感だというふうに思います。まあ、それからですね思った通りブレスレットがしっかりしているので非常に安定感がありますね。全体的に重心のバランスが良くって着け心地がいいというふうに思います。いかがでしょうか。まあ、すごくですね真面目な雰囲気を漂わせている時計だというふうに思いますね。ビジネスシーンでも嫌味なく使えるというふうに思います。しかもですね10気圧防水もあってスポーティーなブレスレットなので、カジュアルシーンでもバッチリ似合ってくれると思います。まあ、オンオフ使いやすい万能ウォッチ、まあ、これはね本当にいい時計だと感じますね。文字盤とか時計のケース、ブレスレットなんかはですね正直予想以上のクオリティで驚きました。まあ、初めての機械式時計としてもおすすめしやすいと思いますし、高級時計ファンの皆さんもですね一度見ていただく価値のある時計だと思いますね。それではですね2本目の時計はアイコニックリンクアークティック 40mm です。先ほどのアイコニックリンクオートマティックのクォーツバージョンと考えてもいいかもしれませんね。箱の外観は先ほどと同じく高級感のある作りという風になっています。それでは早速開けてみましょう。おアイコニックリンクシリーズはこれまでブラック、シルバー、エメラルドグリーンと3色展開でしたが、この度ブルーの新色が登場です。
こちらもですね、非常に高級感のあるブルーだというふうに思いますね。直径は先ほどと同じく 40mm、 厚さは 9.5mm、 ラグの幅は 20mm、 ラグトゥーラグが 48mm と、そして重さが 105g ですね。ということで先ほどのオートマティック同様に非常に使いやすいプロポーションとなっています。でオートマティックに比べて 2mm 薄くなって重さも 20g 軽くなっています。まあ、時計の世界において2mm と 20g の違いっていうのは非常に大きな差なんですよね。まあ、計算するとどちらも約 17% 薄く、そして 17% ぐらい軽いというふうになっています。まあ、これはね、人間で例えると、例えば 170cm、60kg の人間がですね、 141cm、50kg になる、まあ、それぐらいですね、小さく軽量化されたというふうに考えることもできます。でですね、実際に文字盤を見ていくと、まあ、まさしくですね、ダニエル・ウェリントンの真骨頂であるシンプル&ミニマルなデザインというふうになってますね。文字盤の上の方にブランドのロゴがあって、それ以外にはですね、シンプルなアプライドのアワーインデックス、そしてニシンということで、まあ、これでもかっていうぐらいですね、シンプルに仕上がっていますね。で文字盤のカラーは、まあ、ブルーなんですけども、まあ何と言いますか、ミッドナイトブルーというかネイビーというか、そういったですね、深く上品なブルーカラーだなというふうに思います。非常に落ち着いていて大人な雰囲気を感じますね。ケースデザインは先ほどと同じくシンプルな丸型、そして全体的にポリッシュの仕上げが非常に美しい一本というふうになっています。で日清なので、このリューズの操作っていうのは非常にシンプルで、引いてこのようにですね、時間を合わせてリューズを戻す、これだけでいいんですよね。非常にシンプルで簡潔で分かりやすくって、私は好みですね。ケースバッグはソリッドになっており、センターにダニエル・ウェリントンのロゴ、それからシリアルナンバーが刻印されていて、その他周りにはその他の情報が刻印されているというふうになっています。まあ、このねデザインのバランス非常にかっこいいなと私は思いますね。で防水性能は3気圧防水というふうになっています。ブレスレットはですね、先ほどのオートマティックと同じく素晴らしいクオリティに仕上がってますね。センターはポリッシュ、そしてサイドはサテン、肉厚なコマ、そして腕に沿うように微妙に湾曲されています。そしてバックルはですね、観音開き方式で、このバックルもですね、非常に肉厚で安心感がありますし、このように締めた時のバチンバチンというですね、剛性感も非常に高い作りになっています。このブレスレットだけでも一見の価値があるなというふうに私は思ってしまいますね。それではですね、実際に着用してみようと思います。はい、着用してみました。やっぱりですね、つけ心地が非常にいいんですよね。でさらに先ほどのオートマティックよりも薄くて軽くなっているので、非常にこう軽快感がある付け心地というふうになっています。でこのブルーの文字盤も相まってですね、全体的にフレッシュでイケメンな時計だというふうに思いますね。非常にシンプルな時計なので、ビジネスでもカジュアルでも使える万能な時計だというふうに思います。まあ、特にですね、ネイビースーツなんかと合わせたら非常に似合いそうですよね。全体的にですね、先ほどのオートマティックは真面目でしっかりした雰囲気、そしてこっちのブルーの方はですね、爽やかでスタイリッシュなイメージを僕的には感じました。クォーツ式時計なので、いつでも時間が合っていますし、精度も高いので使いやすいだろうなと思いますね。お値段もお求めやすいので、初めての時計として質が高くオンオフ使いやすい時計を探しているという方にはいい選択肢になるかなと思いますね。そして3本目の時計はアイコニックモーションです。箱はおなじみのこちらの箱になってますね。やっぱり高級感があります。それではですね、開封したいと思います。はい、このアイコニックモーションはダニエル・ウェリントン初の防水性を備えた時計ということで、ダニエル・ウェリントンのメンズ腕時計の中で一番人気のようですね。
シルバーとローズゴールドが展開されているのですが、今回はローズゴールドをピックアップしてみました。まあ、このねブラックとローズゴールドの組み合わせが非常にこう大人でセクシーだなというふうに思います。まずですね、そのサイズなんですけども、直径はやはり 40mm、 厚さは 10.2mm、 ラグの幅は 20mm、 ラグトゥーラグが 48mm と、そして重さが 88g と、これまた非常に使いやすいプロポーションですね。ベルトがですね FKM と呼ばれる新素材のラバーベルトということもあってですね、今回紹介した3本の中で最も軽い 88g というところがトピックかなと思いますね。で、文字盤を見ていくとですね、やはりダニエル・ウェリントンらしくシンプル&ミニマルなデザインだということがわかると思います。文字盤上部にはですね、やはりダニエル・ウェリントンのロゴ、そしてシンプルなニシンにアプライドのアワーインデックスというふうになっています。で、やっぱりね、日付と秒針がないっていうのは、まあ、個人的には嬉しいポイントですね。ダイヤルカラーはマットなブラックで、光の反射を非常に抑えてくれています。全体的にこうクールな雰囲気ですよね。で、1本目に紹介したですね、こちらのオートマティックと比べても、まあ、心なしかですね、よりダークなブラックのようにも見える気がしますね。まあ、この深いブラックカラーがですね、このローズゴールドを引き立てているなというふうに思います。まあ、これがですね、もし文字盤のブラックとかも輝いていたらですね、こう全体的にキラキラしすぎて、まあ、もしかするとですね、いやらしい印象になってしまうかなと、そういった危険性もあったと思うんですよね。まあ、そこをですね、このマットの質感にすることによって、光の反射を抑えることによって絶妙なバランスを実現しているなと思いますね。さすが、この辺のバランス感覚は素晴らしいなと思いますね。で、ケースデザインはですね、ベゼルのところがマットなブラックカラーになっていて、その他のケースはポリッシュ仕上げのローズゴールドという風になっています。で、このですね、ツートーンのカラーリングがですね、非常にこう引き締まってかっこいいなと思いますね。まあ、なんというか都会的でモードな雰囲気だなというふうに思います。で、やはりですね、こちらの時計もリューズはですね、小さいんですけども、操作しやすいように下のところにですね、くぼみがあって、こうパチッとですね、爪で引きやすくなっています。ケースバッグはソリッドタイプになっていて、こちらはですね、シルバーカラーですね。で、センターにダニエル・ウェリントンのロゴ、そしてこの時計の CR ナンバー、そして周りにその他の情報が刻印されているというデザインになってますね。ちなみに、ウォーターレジスタント10気圧というふうに書かれています。ベルトはですね、FKM と呼ばれる新素材のラバーベルトになっています。表面にはですね、このようにブランドの名前が刻まれていて、非常にこう立体感のある高級な作りになっていることが見て取れますね。さらに裏面を覗いてみると、このようにですね、溝が掘られていて曲げやすくなってるんですよね。まあ、この辺の芸も細かいなというふうに思います。で、観音開き方式のこのバックルもですね、やはり肉厚で、しかもですね、ここもしっかりとローズゴールドに塗装がされていますし、非常にですね、一点一点パーツがですね、複雑な作り込み形状になっていて、一切の手抜き感が感じられないんですよね。こちらの時計は税込み価格2万円台で購入できるんですけども、まあ、こういった全体的な時計の作り込みはもう2万円台のレベルを優に超えているというふうに思います。それではですね、実際に着用してみます。はい、着用してみました。いかがでしょうか。まあ、やはりですね、ベルトが非常に肉厚でしっかり感があるので、つけ心地がいいですね。それからやっぱりね、非常に軽くて軽快感があります。長時間つけていても疲れないだろうなと思いますね。それからこのマットブラックとですね、輝かしいローズゴールドがですね、とても大人な雰囲気で、モードでありながらセクシーさも感じるなと思いますね。で、このカラーリングの組み合わせって、なかなかいい塩梅のものを見つけるのが難しいと思うんですよね。しかしですね、このアイコニックモーションはサイズ感も、そしてデザインバランスも、このカラーリングの配分もですね、非常に絶妙でいいなと
思いますね。まあこれはね本当にちょっとかっこいいなと思ったので、まあダニエル・ウェリントンの中でベストセラーモデルというのもうなずけるなと思いますね。いやこれはですね非常にかっこいい時計だと思います。はい、いかがだったでしょうか。ということで今回はダニエル・ウェリントンの時計3本を開封そしてレビューさせていただきました。どうだったですかね。正直ですね、私はまあ予想していた以上にですね、クオリティが高いなというふうに思いましたし、驚きました。いずれもですね価格がまあ大体3万円前後から5万円以下という価格帯ですので、腕時計に興味がなかった若い方にもおすすめしたいと思いますし、特にですねオートマティック自動巻きの機械式時計なんかですね、時計愛好家の方も、まあ、一見の価値はあるかなというふうに思いますね。まあ、非常にですね、人気のあるスタイリッシュな時計ブランドですので、まあ、今後ですねさらに機械式時計を極めていったら非常にこう面白くなるんではないかなというふうに思いました。ダニエル・ウェリントンの公式ホームページをですね概要欄にリンクを貼っておくんですけども、ホームページに入ってですね気になった時計があった場合はこうカートに入れるということでオンラインショッピングができるようになっています。でその時にですねクーポンコードを入力するという画面があるんですけども、そこで RYWATCH というふうに入力していただくと、なんとですね 15% オフで購入できるというふうになってるんですね。まあ、なのでもし気になった方はですね、まあ、ホームページを覗いてみていただけたら嬉しいですし、何か欲しい時計があった場合にはですねぜひ RYWATCH と入力していただけたら 15% オフで、お得に購入することができますのでぜひご利用ください。もし今日の内容が面白かった役に立ったという方はぜひ高評価チャンネル登録していただけたら嬉しいですのでよろしくお願いします。それではまた、ありがとうございました。